はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、いずもでございます。それでは今回もこちらですね、シャディパートオブミーですね、続きからやっていきましょうね。結構前になんかこう古代遺跡っぽいところからなんかね工場っぽいところまでまたいろんなところを探索してきましたが、これはかけこちゃんの方かな。なんかまたね少し雰囲気テイストが変わってきましたね。 E ボタンか。また前回、お、なんかマグネットで寄せ、わあちょっと待って、これで変えて、こっちの子がこっちの子がこうこういういいいいいい行くわけよこれでこれを押すのはいいんだけど、これさ反対側になるのかな。え、これむずいね。またこれをこうして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 、オッケー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 。これであれでボタンを押して、あっちが明るいからかけこちゃんは通れるんだけど、まずはこっちの子をこっちに通してあげるのが先だよね。そうだよね。結構こういうのを忘れるとねまた面倒だったりするので、あの上のやつ取りたいね。鳥を取りたいね。あれあれでもさ、どちらかというとこっちのこの領域だよね。え、ちょっとさすがにわけわかめこちゃんだよ。こっちの子はとりあえず行き止まりっぽいよね。行き止まりっぽいからかげこちゃんの方を操作しようか。急に喋んなくなってきたねこの子たちね。割と最初の方なんかは自由気ままにいろいろ喋って、わーさ、あわー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 、ちょっと待てよ、これさ、ちょっと待って、これさ、こっちの子がさこうやっている間にさ、こうやっていくじゃん、こうやっていくじゃん、でその間にこの子まだ下がんじゃん。そうするとあれ取れるのではという、ほれ、とりあえずこれはこれでいいのか。でしかもこれ、あ、いや別にこのやり方があれか、やらないといけないわけじゃないのか。助けてあげたわっていうのに対して左側にね、君が本当にみたいな感じで言ってきてるんだよね多分ね。はららららららよっ、オッケー。これ何、どういうあれ、これはどういうあれどういうあれしか言ってないどういう理論で、ああなるほどね、このコントローラーじゃねえやなんかこの機械の影だったわね。なんか電気が流れてるね、すごく嫌な感じですが、これをやって上に上がれるとかそういう感じかな。ちょっと待ってね、あそこの上に鳥がいるからこれで取れるんじゃない。でもこれ通れないんだ。これはでもまずか、あーこれを、おおおん、おお困ったね。これどうすんだろうね、このアームの影というかさ、この上に上がってくるアーム自体の影をどうするかなんだよね。これさこうして、お、ああこいつはまた兆候だな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとゆっくり思考を、なんだなんだこれは、これはなんだ、あ、これはまた後の話かな、後の話だよね。ちなみにこれさ、どっちも踏んだらどうなるとかある？これ、でもこれ真ん中にこの木がある間しか、ああこれちょっと待てよ、ああこれちょっと待てよ、なるほど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 、なるほどじゃねえななるほどじゃねえんだよな。これ悩ましいぞ。あー、うん、うん、ちょっと待ってね、これでここまで動かせる意味とは
ちょっと待って、これここまで動かせる意味を考えると、これでこうする。でその間にこの子はここをジャンプして通る。でこれを下ろす。これでこれ潰れるかな。あーでこうすんのか。なるほど。で、あ、で、あ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 、で、これをまた、こういうこと？こういうことじゃない？どっか飛んでいくところだったわ。あん？これとりあえずここにいていい？いい？のか？ここを踏んでないとあそこの下通れない。わけわかんなくなってくんね、これね。高さはでも一緒なんだよね、多分ね。そうなんだよね。この、よいしょ、よいしょーい。ちょっと待って。ほっ、よっ。これ強引すぎ？強引すぎかな？これ強引すぎ？あ、これで、これでさ、一応こうやってやって、で、こうやってやっといて、こうやってやっといて、で、こうやってやっといて、これをこうも通れる。かつ、これでもう、こう、あ、これはもう、ちょっと待って、ちょっと待って、こっちじゃないな、こっちじゃなくて、こうしといたら通れるよね。あ、これ、正解？これ正解？これ正解っぽいね。ようやくたどり着いたか。めちゃくちゃ頭使うね。どうです？みんなやっぱりすんなりわかるもの？これ。こういうのって。で、これでこっちの子は先に進んじゃっていいのかな。OK、そうだね。OK、ここで待機しよう。まあ、ちょいちょい鳥も取り逃してると思うんですけど、なんか鳥が取りたいとか鳥取り逃してるとかすげえなんか言うたびにさ、まあ言ってる時は気にしないんだけどさ、まあ編集というかさ、ミスがないかなってこう見るためにさ、ちょっと動画自分のやつを見直してるとさ、すげえダジャレ言おうとしてるみたいじゃんって思って嫌なんだけど。これは、なるほど、これはでも、あーん、ちょっと待って、ちょっと待って、違う違う違う、あ、違う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 、ちょっと待って、一回この子を退避させるわ。で、ちょっと待ってね。で、思ったんだけど、こっちがこうで、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 こう、いや、これめ、あらららららら、あららららら、らえ？違うの？え？違うのかな？ああ、そっかそっかそっか、なるほどな。別にこう。ああ、OKOKOK だよね。これで、OK だね。で、こっちの子が、これで引き切っちゃえば、いいんだけど、うわー、これ鳥の取り方がわかんねー。あー、このタイミングでここに乗ってなきゃいけないんだよね、かけこちゃんがね。はん、ちょっと待ってね。あん、おん、おん、
何がしたいのか自分でもよくわかんねえな。まあいいか、そこまでやらなくていいか。待てよ、これで、ああなるほど、何も考え、何も難しいことじゃなかった、何も難しいことじゃなかったよ。これでこうして、はいこれでいい。いやー、なんかさ、変に考えすぎてさ、簡単な考えがまた出てこなくなるみたいな現象ありません？その現象に名前がついてたらコメントにお願いします。これはまたついてくるやつね。ブラブラブラ。今、うん、そうだね、結局この子たちは一体どこ、これなるほどね。ちょっと待って、この子を逃がしといて、で先にこっち通してあげなきゃいけないんだね。あ、ただの道を通るのですら頭使うようになってきたね。これ第何幕まであるんだろうね。でもこの右上のさ、ツルツル鳥のマークのこと、ちょっと待ってよ、これでよいしょ。It's impressive. You could tell them all. 何何何？ A little thing like you. ん？あ？なんかせり上がってきた。せり上がってきたね。It might not have been the wisest idea, though. なるほど。これこうしてこうしてる間にこうしてで上に乗っけといて。で、こう。そうじゃない？そしたらこっちの子も通れるし、こっちの子も、わあ、間に合うかしら。逆にすればよかったね。普通にこっちの実体の子を動かしてから影の方を動かせば何も問題なかったんだけどね。ちょっとあれだわ。焦っちゃったわ。OK。これは、ライトがつく。でも一応影のおかげで、かけこちゃんは平気だけど、でもあの子が通れないから、これでもここまでは大丈夫ってことは、一旦これでちょっと待って、こうしようか、こうしてこうして、でこのスイッチを押すとどうなるかだよね。あ、でせり上がるんだ。ああ、なるほど、巻き戻すわ。これで素早く、違うわ、ちょっと待って。これを押して、あ、いやちょっと待てよ、ちょっと待って、あん、あん、これは押さなきゃいけないけど、ちょっと待ってね、一回状況整理するわ。これを押してしまうとここが開けるじゃん。だからこれを押して、なおかつこっちの子はこうしてこうすることが必要と。ははは、魚兵、魚兵ってなんや。んで、もうこれは、うん、ああ、なるほど。ちょっと待って、この子を裏にしたまま、裏にはしなくていいのか、ちょっと、裏にはしなくていいから、これをガチョンとして、下がるまでに行く！よし、こういうこと？待って、そもそもこの子どうやって来たっけ？待って、そもそもあなたどうやってここに来たっけ？ああ、そういうことか。ああ、気狂うかと思ったわ。オッケー。あそこにスイッチがあったという概念すら忘れていたよ。I think they've decided to leave us alone. OK。私たちを放っておいてくれるつもりみたいね。いや、そんなつもりはない。Well, too bad. ああ、最悪。やっぱり監視されてるよね、これね。なんかめちゃくちゃ鳥いるんだけど。めちゃめちゃ鳥、これ鳥を集めるゲームなの？あれ、サブ要素じゃなかったの？
サブ要素じゃなくて鳥を集めるためのゲームだったのこれ。Listen. ね、Listen. 聞くんだ。Breathe. 深呼吸をしなさい。Try harder. もっと頑張るんだ。Calm down. 落ち着くんだ。Pay attention. 気をつけるんだ。Stop resisting. 抵抗をやめろ。抵抗をやめろと来たもんだよ。これますますもう怪しくなってきましたね。注文が多いのね。頼み方も優しくないし、そう、人にない何かをね、頼むときはそれなりの態度、言い方ってもんがあるだろうという話ですね。そういうレベルの話これ。もっと重い話じゃない？大丈夫これ。本当にそれぐらいの話で片付けて大丈夫でしょうね。まあまあまあ、真相を知るために少し先に進んでいきましょう。私たちを励ましたいのかも。私たちこのまま頑張るべきなのかも。どう思う？私はそうは思わないと。なんかこれちょっとまた頭使いそうだね。これはまたきっとね、こうすることで、ここまでは入、あ、なるほど、ここまで入ってこうして、あ、なるほどなるほど、こうしてあげるんだ。でここに移動してあげるんだ。じゃないとこれをこっちにやってる間、あ、これいかないのかい。こうしてこの裏にいる間に多分ね、カギコちゃんが消えちゃうから、こうしてあげる、こうしてあげる。すごいね、こうなると完全に重なるよ。でもなんかこう見るとさ、ちょっとこの子の影にしちゃちょっとなんかシルエットも違うような気がしなくはないけど、それは影だからとかそういう感じかな。あいつらはまるで本当のことを言ってるみたいな口ぶりで、どうして彼らを恐れる。まあ上のこの文字だと、どうして我々を恐れるって書いてあるね。何が怖いの？これこの辺にいたらさ、あー惜しいよー、惜しいよー。もうちょっと外側だった？命令じゃない、単なる忠告だ。この子どう、かげこちゃんはどうしたらいいのこれ。え、これはいいけどさ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ヒントがない。あー、真ん中か。あー、オッケーオッケー。ちょ待って、真ん中になんかあるじゃない、これか。オッケー、よいしょ。で、こうね。オッケー。じゃあ行こうか。どういう仕組みやねん。どういう仕組みやねんっていうか、どういう、あれやねん。どういうギミックやねん。何のためのギミックやねんみたいなね。ため息をついてる。Sometimes I feel I should just... 時に私がしなければならないのは。とちょっと言いかけてるところですが、少し今回もまた時間がよろしいところなので、今回はここまでにしようかなと思います。今回の動画もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。